はい、皆さんこんにちは、井川直輔ですと、いうことで、今日ね、タスク管理っていうか、引き継ぎ管理っていうのをね、ちょっとやっていきたいなというふうに思いますね。これもデータベースで管理すると超便利なのでということで紹介をします。実際私がこれ実務で使ってる内容なので、まあ、内容はね適当に入れましたけど、まあ、タスク管理っていうか、まあ、引き継ぎ管理っていうことですよね。で、まあ、自分のパソコンとかで持ち込んでやってる方は、まあ、別にいろんなアプリあると思うんですよね。例えばエヴァノートってタスク管理できるのかよくわかんないけど、例えば Google カレンダーとか連携してやることっていうのができるんですけど、まあ、自分の経験上を言いますと、まあ、やっぱり電子的なものよりは、まあ、手帳に書くのが一番かなと。で、手帳で管理されている方は私は素晴らしいと思うんですね。ところが、例えば、まあ、1人で、ね、運営している会社だったら話は別かもしれないけど、まあ、私のところってのは4人か5人ぐらいで、今日やるべきことっていうのを管理してるわけですよ。で、私が毎日出勤していればそれは漏れはないんでしょうけど、必ず引き継ぎやタスクやることを管理するっていうシーンが絶対に出てきます。で、その時にどうやったらいいんだと、アクセスでやる方が便利だっていうことをちょっとねご紹介したいなというふうに思います。別にね Excel でもいいんですけど、 Excel だと幅とかがもうグダグダにこう乱れて、でそこになんか条件式とかねいろんなものを使われるともう嫌になってくるんですよね、私としては。性格って僕かなりガサツな方なんですけど、そういうのって僕嫌なんですよ。ということで、ちょっとやりたいなというふうに思います。はい、まあ作るものっていうのは、まあこうね、MT コンボ、それから MT タスク、それから、まあ、日時更新とタスクと入力漏れと F タスク F 入力って、まあ、これぐらいのアイテムを作ります。F コンボって何、MT コンボっていうふうにしますと何かというと、皆さんがコンボボックスをどう作ってるかはわからないですが、私はコンボボックス専用のテーブルを1個作りますね。で、必ず、ここに、ID、主キーを設定するということですね。この主キーを設定しないで、ただ主キーなしのテーブルを作ってしまいますと、グダグダになってしまいます。ある日突然順番が変わってるとか、コンボ出てこねえとか、そういうことになるので気をつけてください。で、まあ、これはまあこんだけしかないかもしれないけど、まあ、コンボを作るには必ず主キーを作ったテーブルをやるということですね。から、MT タスクって何かっていうと、まあ、こういうふうになってますね。はい、こういう風になってて、入力者が誰ったら井川か山田か高橋か、入力日はいつったら10月5日で、次回対応日が何でしたっけ、これが、次回対応やらなきゃならないことで、ステータスが対応中か完了かと、でやること、それから、内容ということになってますね。引き継ぎを、まあ、紙で管理するのは僕はいいかなというふうに思うんですけど、紙を使うとですね、その書き方は、まあ、個性が出すぎてちょっと嫌になっちゃうっていうのもありますね。字が汚いとかね、そういうことをやります。で、一応この何て言うんですか、作成の例えば、その他の項目でこう、ね、複数のアイテムっていうのをやって、こう一覧に見れるようにしておきます。で、ベースとなってるのは何かというと、これは旧タスクっていうね、ここが元手にソースになってます。なぜ、NT タスクではなくて旧タスクを使うのかというふうに言いますと、理由は超簡単で、ここですね、ここで、クエリで引っ張ってくるんですね。次回対応っていうのは当然それはもう今日やらなきゃならないことなんで、デートで引っ張ってこなきゃならないっていうことですね。それからステータスは完了以外、完了になったものっていうのは別にやる必要はないので、それはもう完了は抽出してこなくていいでしょうと。で、これを元にこれを作ってます。で、引き継ぎを作るポイント、まあこれ、まあ、皆さんすでにお分かりかと思うんですが、内容ね、内容とやることっていうのを分けた方がいいですね。例えば
一番上のところですか、料金調整の稟議を上司に確認っていう風になってますけど、これ結局やることって何っていう風にしたら、お客さんと対応しなきゃならないわけですね、クレーム対応って言った場合には。で、稟議を確認だけじゃわからないので、今日僕がもし出勤したらやることを必ず書いておくということですね。はい、なので、こういう風にしてます。で、例えば軽く見たいんだったら、こうやってズーム、ね、以前紹介しましたよね。 ここにも長い内容がもうグダグダに書いてあるんだったら、こういうふうに、クリックすればすぐ分かるなと。それから料金調整もここもズームにしてます。いちいちそのテーブルをひっくり返して見なくてもいいようにね。はい、で、次になんですけど、じゃあこれでちょっと見るのは嫌だから全体像を見たいといった場合に、じゃあどうするのかって言った場合には、ここの入力フォーム起動っていうのをやると、こういうふうに入力フォームが起動されてきますね。ID2 番目の山田さんが入力したもの、10月5日クレーム対応、そのやる前には、内容は料金調整の稟議を上司に確認しましょうと。で、保存っていうふうにすると、またこれで戻ってきますということですね。はい、で、まあ、新しい内容が出た場合にはどうかっていうと、一番初めにお見せしました、例えば、ここのところに、例えば井川がやってやること何って言ったら、何に しましょうかね。集計エクセルの、作成、仲間内で別に、回すので、なんかあまりね、難しいものはいらないというふうに思いますね。で、これは対応中としてレコードの保存っていうふうにしておくと、はい、このように、出てきます。6番目以下はね、集計するの作成と新規、部署の立ち上げに伴い必要となったからということですね。で、やること、まあ、こんな感じなんですけど、ここの更新ってじゃあどういうふうにやってるのか、ね、ここの更新ってどういうふうにやってるのかっていう とこれはもう超簡単で、レコードの保存とかではないです。ミーリクエリーで更新されます。なんでかっていうと、ベースになってるのがクエリーだからね。抽出条件は何っていうと、今日の日付の、それからこっちのステータス、これが対応中、まあ、完了以外っていうものでクエリに更新をかけるので、ミーリクエリ、これだけで更新がされますということですね。はい、入力フォーム起動、まあ、今新しい内容が出た場合っていうのは、こういうふうにやればできますよってことですね。これはもう、超簡単で、僕のブログの一番初めの記事でしたかね。はい、これはもう簡単です。do cmd オープンフォーム f 入力と、これだけを入れればいいということになります。はい、で、次に入力漏れ確認っていうのがあります。まあ、ここがね、一番上司に怒られるポイントになってくるんですよ。なんでこれお前見落としてるんだみたいなね、ことを言われることがあると思います。これはどうするかというと、こういうふうにやると、本来でしたら何もないのが当たり前なんですよ。何もないのが、当たり前なんだけど、例えば、次回対応日が、10月2日になっていて、ここがいいんですね。例えば次回の対応日が10月2日になっていて、まだステータスが対応の場合っていうのは、これ漏れやるとこういうふうに出てきます。これおかしいですよね。今日より前の日付になっているにもかかわらず、ステータスが対応中っていうことは、これが、はい、なんて言うんでしょうかね、完了のステータスを選んでいないで、そのまま登録しちゃったのか、それとも本当に漏れちゃってこういう風になってるのかっていうことですね。で、こういうのを仲間内で共有しておくと、絶対に入力漏れはなくなります。入力漏れはなくなりますので、まあ、ここの部分ね、入力漏れ確認っていう風にしたら、これでできるということになります。じゃあ、日付一括更新っていうのはどういう風になってるかというと、これはここのね、次回対応日を一気に更新します。
なぜ一気に更新するのかというと、これは今日の日付で、抽出してくるので、皆さんが業務を終わった瞬間にはここの内容っていうのは絶対になくなっているはずなんです。なくなっていないと、ね、今日やるべきことが残ってるってことになるので残業することになっちゃいますからね。でこれをじゃあどうするのかっていうと、まあ、普通やることって 3,4 件じゃないでしょうね。私がさ会社にやったったって、あのいちいちやることっていうのは何かって言ったら、まあ、50件ぐらいはあるの でそれで当然今日完了しないものもあるし、だから日付一括更新しちゃいます。こうやってね、はい、3件のレコードが確認されます。でこれでミーリクエリーをやると、これはもうなくなってるということになりますね。はい。で、タスクもこれも当然なくなってます。どうなってるかっていうと、これは今日のデートで、検索をしてきているので、ここを、プラス1と入れてドンってやると、ここの次回更新日が、日付が更新されて、明日の朝、ね、このエクセルを立ち上げると、やることが全部出てくるという内容になってますね。はい。どうですかね。そんなに難しくはないと思います。簡単でしょ。で、例えば、ごめんなさい。1個だけ今日、これを皆さんに覚えていただきたいなというふうに思います。はい、1個出てきました。山田さんが入力しているものに関してやることはクレーム対応、そして、料金調整をの倫理を上司に確認といって、ここね、ここにね、こういう内容だっていう、これ自動的に立ち上げるものに関してはどういうふうにやってるかっていうと、わずか3行足らずなので、覚えてください。もっといい書き方があるかもしれませんが、私はそこしか知らないので、はい、これですね、Do CMD オープンフォーム F 入力というふうにして、入力したものを、まず、入力したフォームを出します。そして、ここの ID と、それからここの ID を合致させるために、フォーム入力検索 Me ID というふうにします。そして Do コマンドアプリフィルター、ID とここのね、スクリーンアクティブフォーム検索っていう風に書きます。ここがちょっと知らないと書けないやつなんですけど、以前にも動画で紹介したんですが、例えばExcel とかだとユーザーフォームなんとかとか、アクティブフォームみたいなことを書くんでしょうけど、アクセスの場合は、スクリーンアクティブフォームっていう風になります。要はここから起動して、ここのものが一番手前に出てくるはずなんですよね。で一番手前に出てくるコードをアクセスでは何て書いてるとスクリーンアクティブフォームって書きます。なのでここのスクリーンアクティブフォームの検索と、それから、クエリのね、この ID が一致したものを出せっていう風にしてますね。はい。でここで終わっちゃいけないんですよ。ここで終わっちゃいけない。なぜ終わっちゃいけないかっていうと、レコードの保存をした場合になんですけど、レコードの保存をした場合にこのフォームが残ってしまう。つまりレコードを保存してこっちのフォームに飛ばしてやることが親切だと思いませんか。うん、こういうところにね、なんか気づいてほしいなっていうふうに思うんですよ。だからここの保存ボタンにはどういうふうにしてるかというと、こういうふうに書いてますね。はい、レコードを保存して Me の検索 ID、 ここにね数字が残ってたら気持ち悪いでしょ。気持ち悪いからここの、ボックスを空にして、Do コマンドオープンホームの、F タスクが立ち上がってきて F 入力を閉じるということになります。だこれを実行するとどうなるかというと、このようにこのように、また元に戻るということですね。うん。で、データベース、やることた、つまりタスクとか引き継ぎをデータベースにするメリットってじゃあ何かあんのかよっていうふうになります。こんなことを Excel でやった方がいいじゃんっていうことになるかもしれません。データベースでやる理由を皆さんにこれからお教えします。何かというと、皆さんが
例えば明日料金調整とかいろんななんか難しいなんか引き継ぎとかが来た場合にきちんとここのデータベースで管理しておけば新しい問題に直面したとしても過去に、過去のデータベースね、つまり積み重ねていったデータの中に解決するヒントがあるかもしれませんということですよね。これね、Excel だとできないんですよ。なぜできないかっていうと、条件付き書式のなんか知識がある人とかって、まあ、そこで完了って選んだらね、その行全体をグレーアウトにするみたいなことするじゃないですか。でもグダグダになってもう見てらんないし、なんつうの、コントロール F とかで検索したとしても見にくいしっていうことになってきますよね。でこれはもう色つけようないですから、まあ、やる気になったらこうやって色つけること できるかもしれないですけど、そんなことは別にしなくてもちゃんとここので、ここのね MT タスクっていうところにここに結果がちゃんと保存されていくので、まあこれ結果書いてないですけど、まあ即興で作ったのでこんな短いものしかないですけど、僕の実務で使ってるのはもうちゃんと今日やるべきこと内容とか結果がどうなってとか、キーワードでも検索できるようにしておりますということですね。でこういうふうに管理をしておくと漏れがないと、上司にも怒られることはないと。そして全ての人間がこのアクセスを見てやることを管理している以上、皆さんの上司からこれどうなってるのって言っても即興で答えられるということになりますね。これ僕作るのに大体20分ぐらいですね。20分ぐらい時間がかかりました。どれぐらいかな、Excel で作成した場合っていうのも多分皆さんこれぐらいだったら多分20分ぐらいで作れると思うんですよね。僕がいかに優れてるかっていうことを言うわけではなくて、 Excel で20分で作れるような能力がもし皆さんにあるのでしたら、アクセスもちょっと触ればこれぐらいのものって簡単に作れるんです。で難しいことないでしょ。でそのクラスモジュールとかね、そんなものを使わないにしても、アクセスのね VBA が何がおすすめかというとですね、ほらね、もう1行だから1行ね、でまあここ3行になってますけど、ほとんど1行で解決するんですよ。ね、その命令1個を例えばここのフィールドに対して命令するとかっていうことなので、 VBA をとっつきやすく勉強したいっていう人はまずアクセスを勉強することをお勧めしますね。それでわずか1行でも自分の思い通りに動いたっていうことに感動できるようになれば、僕ぐらいのスキルなんて簡単につくんですねっていうことです。はい、どうでしたでしょうか。ぜひとも、まあ、こういう風にやってみたいという方はこのね、動画を見てちょっと自分でやってみてください。引き継ぎ管理、紙とか手帳に書くよりも全然便利です。はい、ということで、今日はこの辺で失礼したいという風に思います。はい、それでは、今日はこの辺で失礼します。さよなら。